福岡県福岡市東区の箱崎に旧九州大学箱崎キャンパスはありました福岡市営地下鉄貝塚線を境に文系と理系のキャンパスが存在していました今では校舎の解体が進み見る影も残っていませんいくつかの歴史的にも貴重な校舎は残そうという動きもありましたがそれがどのようになったかまでは実は私は知りません この写真は農学部の校舎です。外観は普通の鉄筋コンクリートでした。多くの校舎はこのようなもので、構造物としての価値はそれほど高いとは素人には思えません。ですが中に入ると最近の建物とは違うことに気づきます。古いというのはもちろんなんですが、実は天井が高いのです。 古くて薄い木製のドアの上にガラス窓が入っていますでも天井はさらに上です天井までには大きな梁が存在します最近の建物では照明は天井につけられることが多いと思うのですがこの蛍光灯は天井から距離を取って下の方に設置されています構造的には梁の下には天井を張るべきなのかもしれません なので蛍光灯はその位置まで下げられて設置されていますコスト的なものもあってこうなっているのかもしれませんこれは記念行動です箱崎宮の鳥居をイメージして作られたデザインされたものだと聞きましたそう言われれば鳥居,がモあー鳥居がモチーフのように見えますその箱崎宮は勝神様として知られています箱崎宮の本宮にはズバリ 敵国降伏と掲げられています。秋には北条への出店で賑わい、新年には玉せせりで裸の男たちの熱気に包まれます。これは旧工学部の本館です。このような構造物になると、歴史的なものを含めて構造物、あるいは校舎として価値があることは素人にもわかります。これは本部の建物。 古いといえば古いのですが、デザインとして優れていることは見ればわかります。個人的には東京駅の丸の内宿舎駅舎とオーバーラップします。古めかしいのですが、かっこいい。これは理系キャンパスへの校門です。改めて見ると、やっぱりかっこいいですね。先を自転車で行くのは学生さんでしょうか。無数の青春ストーリーが刻み込まれていることと思います。 続いてはその肛門から見える建物です。一連の箱松秋キャンパスの中でも一段と古さを感じさせた建物です。中はちょっと怖いとも感じさせました。ですが今から思えばドアなどのデザインは秀逸で非常にかっこよかったと思います。ノスタルジーだけではないかっこよさ。これは自分が年を取ったのかもしれませんね。 工学部のエリアにはこのような特徴的な建物が多かった印象があります。打って変わって、こちらは理学部エリアにあったアイソトープセンター。ここでは放射性物質を使った実験が行われていました。放射線を管理するので新しい建物だと思います。一部は放射性物質に汚染されていたと思いますが、どのように解体される、あるいは解体されたのでしょうか。 古い建物に比べると外観は味気ないとも言えますね。重機で解体される校舎たち。やはり物悲しさを感じずにはいられません。最後は農学部に咲く桜です。このような植物は新キャンパスに移設されるといいのですが、 農学部や理学部は植物を扱う研究室もあるのだからこういうことを実験として実施すれば一石二鳥なと思うのですがそのようなことは実施されなかったのでしょうか最後までご視聴ありがとうございました。